売れるんじゃないか今月号。クラシックファン以外も手に取りそうだよな。これ同級生だったんだろ。なあ、今度紹介しろよ。来たかな。いいですよ、ウィーンまで俺を連れて行ってくれるんなら。無茶言うなよ。ってことは俺に無茶言ってたんですね、松岡さん。あ、そうだ、編集長から何冊か見本集もらってきたのよ。ほら、まず一冊はお前のものだよ、北原。ありがとうございます。ねえ浜田さん、自分の初めての記事が載った本、今でも大事に取ってある？大事かどうかはともかく、多分な。大掃除の時にしか見たことないけど。そんなものだよね。大切だけど、あまり大切にしたくないっていうか。そんなものなんだ。くそ、すぐにこの手の話題に参加できるようになってやる。本当はとっくに参加できてなきゃいけないんだけどな。重っ。そりゃアンサンブルだもんね。それで、あと何冊欲しい？え？あげたい人いるだろ？家族とか友達とか、あと…最後、微妙に濁したね。そこまで勘ぐりますか。さすがに10冊とかは無理だけど、2、3冊ならなんとかなるって言ってたわよ。安いんだし、遠慮なくもらっちゃいなさい。でも、やっぱりもういいです。え？そんな、誰か喜んでくれる人いるだろう。いや別に、バイトだしそんな大したことじゃないし。大したことじゃないってよ、まっちゃん。明日からバイトいじめに走っていいよね。俺、それくらいの仕打ち受けてるよね。北原。それより、いただいていいですか？せっかくのお祝いだってことなんで。横綱あれに、おにぎりせんべいに、ちっと大きってな。しかも全部お得意。
愛くない。な、何言ってるんだ。ほら、チョコレートだってちゃんと。アルファベットチョコレート、これもお得よ。かわいい？お得じゃないか。日付が変わる前に帰れるなんて、随分と久しぶりなんじゃないですか。まあな。なあ、北原。え？本当にいないのか？喜んでくれる相手。あのこと、まだ気にしてたんですか？するだろう、普通。いや、流すでしょ。ご両親は？北原を大学にまで入れてくれたんだろう？母親の方は近所に住んでますけど、まあ、学費を出してくれた以外のことは。友達は？付属時代からの付き合いだって続いてるだろう。大丈夫、続いてますよ。俺、友達そんなに少なくないですから。なんて言えばいいのかな。ちょっと説明しにくいんですけど。つまりですね、俺の家庭環境や交友関係がどうとかじゃなくて、もう少し後付けの問題というか。だから、今回取り上げた取材対象側にですね。わかった。もういい。って、ちょっと待ってください。マリさんってば。って、あれ？ありがとうございました。どうだ、買ってきたぞ。あと2冊しか残ってなかった。結構危なかった。やっぱり売れてるのかな。マリさん？ん？で、それに何の意味があるんです？これは私の永久保存版。嘘つきだな、北原は。
ちゃんと喜んでくれる人間いるじゃないか。私の部下の初めての成果だ。嬉しく思って何が悪い？だからって買うことは。さっきの見本紙まだ残って。私にはお金を払う価値があるんだよ。どんな理由があろうとも、私の可愛い部下の初仕事を誰も認めないなんて、そんなことがあってたまるか。たまりますか。そんな、だだっこじゃないんだから。お前こそどうしてそんなに冷めてるんだよ。だって北原、いい仕事したよ。私の最初の記事と比べても遜色なかった。まあ私の方がほんの少し上だったけど。ありがとうございます。だからそんなに頑張ったのに誰も喜んでくれる人がいないとか、そんな寂しいこと言うなよ。文句ある？なんで笑う？私はこんなに怒ってるのに。こら北原。アリさんは熱い人ですね。ちょっと外し気味なのがたまに傷ですが。お前こそそうやっていつもハスに構えて、そういうのかっこいいとでも思ってるのか？いいえ、かっこいいのはあなたの方です。俺、マリさんのそんなとこ好きですよ。お前改めてありがとうございます。いつも元気を分けてくれて。分かればいい。あと上司をからかうような言動は慎むように。はい、すいませんでした。以後気をつけます。ならよし、とりあえず今日受けた屈辱は忘れることにする。そこまでひどいことしてませんけど。じゃあ帰ろうか、北原。すいません、もうちょっとだけ。どうしたの？俺も買ってきます、最後の一冊。マリさんのおかげで一人心当たりができました。喜んでくれるかもしれない相手。
ず来ますから。シフト表も確認したし、電話もかけました。私に合わせるよう遅番にしろって言ったから、夜は閉店までいると思います。まだそんなこと言ってるんですか。いい加減覚悟を決めてください。親友のためじゃないですか。おーい小春、ちょっと待ちなさいって。あ、ちょっと待ってください。何、どうしたの。今からバイトだから急いでるんだけど。2学期もめでたく終わったし、今からカラオケでも行こうかって誘いに来たんだけど。今からバイトだからって断られたとこ。ごめん、そういうわけ。これも卒業旅行のためだから。まあそういうことなら仕方ないけどさ。それにしても最近付き合い悪くない？バイトなくてもすぐ帰っちゃうよね。せっかくテストも終わって流しモードだったのにさ。あー、ちょっと年内はね。もう少ししたら収まるべきところに収まると思うから。何が？あ、ちょっとごめん、電話の途中だった。お待たせしました。はい、じゃああとはお店で。絶対に来てくださいよ。ずっと待ってますから。え？お願いです、二人のためなんです。な、何が？絶対に一緒に過ごさなくちゃダメなんです。だってせっかくのクリスマスなんだから。はい、はい、それじゃ失礼します。お待たせ。で、何の話だったっけ。恒例のクリスマスパーティーどうするのかなって。話をする前に結論出ちゃったけどね。あー、ごめん、今年はいけないや。事前活動じゃなかった、バイト入れちゃったから。頑張ってね、小春。私たち決して妬んだりしないから。そりゃ頑張るけど、言ってる意味はわからないよ。さてと、戻るか。
お待たせ杉浦。それじゃあ交代。みんな必死で走り回ってるのに、いつまで休憩してれば気が済むんですか？自分さえ良ければそれでいいんですか？じゃあ私、10分だけ休憩入ります。のんびりしてるわけにいかないですから、冬休みでいつもより賑わってるこんな時に。お客様、オーダーまだです。よろしくお願いします。ああ。さてと、12番。お待たせしました。ご注文をお伺い。牛肉の赤ワイン煮込みブルゴーニュ風、広島風お好み焼き肉玉うどん入り。どっちもあるわけないだろう。天使のなんだって、すっげー泣けるラブストーリーなんだって。今年の邦画じゃナンバーワンって言われてて。本当にラブストーリーなのか。なんか微妙に暗そうなタイトルだけど。ラブストーリーとは言ったが、ハッピーエンドとは言ってないぞ。で、この2枚のチケットがどうしたって。よくぞ聞いてくれた。やっぱ聞かなかったことにする。なあ待て、今なら2枚で4000円のところ、大奮発して3600円。こんなお得な買い物はそうそう。いや待てよ、なんで俺に映画のチケットなんか。悪い春樹、半額の2000円にしとくから引き取ってやってくんない？いいよ。実はね、こいつ本命の子と行くはずだったのよ。ところが彼女の方が竹谷に飽きたって、やむにやまれぬ事情で行けなくなっちゃって。いいよ。そいつはまたやむにやまれないな。わけでさ、この惨めで哀れで情けないクリスマスシングルに歳末助け合いの心を少しでも向けてくれたらなーって。お前が向けてやれよ。いいよ、たまには二人で行けばいいじゃないか。冗談じゃない、誰がこいつなんかと。ちゃんと傷ついた。演技よ演技。行かないくん、お前ら少しは仲良くしろよ。付属の頃からちっとも変わってないな。なんだろう。頼むよ春樹、金の問題じゃないんだ。ただ手元に置いておくのも辛くてな。まあそりゃ誰かに売ってもプレゼントしてもいいじゃん。それに竹谷がここまで言ってんだし。分かったよ。ほらこれで飲みにでも行って嘘を晴らせ。イオも付き合ってやれよ。オンに切る。まあ、デートっぽくなければ構わないけど。
映画か。ああ、それで上映時間は17時からだから。なんだよ、1日1回しか上映しないのか。今年の邦画ナンバーワンじゃなかったのかよ。実はリバイバルだからな。最初は10年近く前に公開されたんだってよ。お前ほんと口から出まかせばっかり。ど真ん中のちょい後ろめでいい席だぞ。予約開始日に朝から並んで撮ったからな。別に席なんかどこでもいい。あと言い忘れてたけど、24日しか使えないからな。無駄にするなよ。ついでに言っておくと、展望レストランの方の予約は19時からだから。分かった。飯塚の名前で2人、海の見える窓際の席、料理は1人2万のコースで合計4万な。うん。というわけであと4万。分かった。ちょっと待て。悪い春樹、1割引きの3万6000円にしとくから引き取ってやってくんない。だから待てって。鬼かよ。いいよ、それだとさっき取り返したチケット代が丸ごと吹っ飛ぶんだぞ。いや、吹っ飛ぶのは俺の親友のためなんだろ。何耳っちいこと言ってんだよ。なんでそうなる。どうして3万6000円が俺のためになるんだ。くしょー、分かったよ。清水の舞台じゃなくてアルミの海に飛び込んだつもりで、思い切って3万6000円で OK。 OK じゃねえだろ。北原さん、ちょっとって、どうしたんすか。なんかふらついてますよ。あまりの後悔に頭が真っ白で。はあ。ちょっと相談があるんすけど、後にします？いや、いいよ。何？実はですね、年始なんすけど、三が日が全然人足りないんすよ。そりゃ大変だな。やっぱり学生バイト多いから、その辺は年末はなんとか集まったんですけどね。今年も元日から営業？初詣とか初売りとかで結構にぎわいますからね。本部からも指示が来たし。店長いないのにな、大丈夫か？そこで相談なんすけどね、北原さん、なんとかならないですか？な、もちろん無理を承知ですから、時給の方も。冬休み期間中だけだよな。そのままなし崩し的に続けろってことはないよな。もちろん、そろそろ就職活動だってのは分かってますし、さす
すがに来月には店長も復帰するでしょうし。いいよ、ちょうど今金が必要になったことだし。本当っすか？助かります。いや、こっちこそ。裏はないよな。他の日は無理を頼んだりしません。ほんと三が日だけです。絶対だな。妙に用心深いっすね。なんかあったんすか？金の流れが一方通行の友情ってのは果たして成立するのかっていう根源的な疑問にぶち当たってな。金は友情を壊しますよ。たった今そのことに気づいたところだよ。じゃあシフト入れておきますね。1日はとりあえず10時からお願いします。今度が最後だからな。年が明けたらもう電話来ても取らないぞ。わかってるっす。これ以上無理は言いませんって。というわけで今年はお疲れ様でした。来年またよろしくお願いします。ああよろしい。今年は？ええ、次は1月で。もう今月はシフト全部外しておきましたから。なんで？北原さんに無理はさせられませんからね。年内は今いるスタッフで頑張りますよ。俺、今年はもう来なくていいの？特に今週は全然必要ないっす。もうゆっくり休んでくださいね。老けた顔してるんですか？まだ若いのに。まだいたのか。遅番ですから